ミナラバー皆さん、こんにちは。わけおのあれんです。今回この動画では、前回の動画に引き続き、ミャンマーにおけるビジネスプランの2回目の動画ということで、今回も3つのビジネスプランをこの動画の中で紹介していきたいなと思います。まず早速参りますが、1つ目の、ビジネスプランというのがレイングッチの普及ですね。前回の動画でよくミャンマー人は草履というかスリッパを日常的に履いてて、本当に 90% 以上の人がミャンマー人が履いているので、そういった生活の一部となっている草履やスリッパっていうのは、別にそれはミャンマーの良さでいいと思うんですが、ミャンマーという国は1年間、乾季と雨季が半分ずつ、半年ずつ訪れる、ざっくり言うと半年間ずっと雨季、ずっと雨だったり曇りが続く日ってことは、外に出て歩くと、もちろん傘を差してても足元が汚れてしまうわけじゃないですか、スリッパを履いているので。なので、そういったスリッパを履いて外に出て、しかも大雨降っている状況になると、もちろん足元が汚れてしまうので、その足元の汚れを取るために、結構なミャンマー人の方がトイレに行って足を洗うっていうのが頻発してるんですね。それで実際にアネンもこのモールのトイレに行った時に、そういった張り紙があって、ここで足を洗わないでくださいっていう張り紙があるぐらい、本当にミャンマーの方が足を洗ってしまうっていう現象が起こってるんですね。で、実際に本当に一部のトイレでは、トイレの中に管理人みたいな掃除の方がいて、足を洗わないか見てるんですよ、チェックしてて。で、こういった感じですごくこの洗う人が多いために、こういった管理人だったりとか、こうポスターも出てくるっていうぐらい、すごい本当にミャンマーでは当たり前に起こっている状況なんですね。で、今は本当にミャンマーは、今の時期だと乾季から雨季の入れ替わりというか、本当にこれからどんどん雨季の時期で雨が降ってくるので、そういった中でどんどんこのケースが発達というか、このどん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 出てくるのかなと思います。なので、そういった時にレイングッズの普及っていうのがとても大事なのかなと思います。なんかロンジーと長靴っていうのはすごく相性がどうなのかなと思うんですが、この、もちろん組み合わせも大事ですが、この草履だとすごい濡れてしまうので、長靴だったりとかカッパっていう、すごい新しいレイングッズっていうのを商品開発して普及させるっていうビジネスが、とてもミャンマー人にとってすごくとてもいいのかなってあれは思いました。はい、これから2つ目のビジネスプランの紹介に入りたいと思います。2つ目のビジネスプランは、紙タバコ、嗜好品の代替品の開発、商品開発ですね。まず紙タバコって何なのかなって、日本人の方はクエスチョンマークだと思いますが、ミャンマーにおける紙タバコっていうのはクーンって呼ばれてて、このクーンって何かというと、タバコを吸ったりとか、この食事をした後に、この独特のこの匂いというか、そういった食事の後のこの残ったものっていうのを、このクーンっていう紙タバコを食べて噛むことによって、このメンソールみたいな感じですね。で、この口元がスッキリするんですね。そういうクーンっていうのがたくさん、本当に15メートル大きというか、本当にコンビニよりも多い、コンビニよりもすごい近くな便利なところにあるっていうぐらい身近に取れるんですが、そのクーンっていうのを口に含んだ後にミャンマー人吐き出しちゃうんですよ。特にクーンを食べてるミャンマー人っていうのはほとんど男性、女性の方は食べなくて、男性の特に中年の30代40代の方がこういったクーンを、嗜好品を好んで食べて、それを道端に吐くっていうのが頻繁に起こってて、ミャンマーの道歩いてみたら分かると思うんですが、この道路の上に赤いこの吐き出した後、シミが残っていて、ちょこ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 残ってて、で、これからミャンマーっていう国はどんどん発達していく国だと思うんですが、どんなに綺麗な道路を作っても、このクーンを吐いてしまうと道路がどんどん真っ赤に染まってしまうっていうのがあって、それはどうなのかな、そこは どう改善できるのかなっていうのがあって、今回クーンと同じような役割を果たしつつ、でもかつそういったシミを残さないっていう、道路を汚さないっていう、商品開発代替剤を作れたらいいのかなってあれは勝手に思いました。はい、で、次の最後 のビジネスプランですが、露出機、除湿機と加湿、除湿機とろ過機ですねを、輸入だったりとか、ミャンマーで普及できたらいいなと思います。特にこの雨季の時期ではたくさん雨が降って、すごい湿気が、もう室内湿がすごくて、特に外だともうミャンマーの建物ってカビがびっしりついてるんですね。もう黒くなってて、これも全部雨が降ってジメジメしてるため、すごいカビが繁殖してて、で、室内もトイレとかもすごいカビが生えてきて大変なんです。トイレ掃除も大変だし、お風呂掃除も大変で、カビがすごい手強いんですね。で、実際にアレンがミャンマーに行った時も、泊まったところで、この部屋全体がまず湿っぽくて、かつこの壁ぎっしりにカビが生えてて、ここで生活してたら、なんか体内にカビが生えてくるじゃないですけど、この吸ってる空気が本当にカビの匂いしかしなくて、こ
これはどうなのかな、良くないんじゃないかって思うぐらい湿気がミャンマーすごいんですよ。多分アレンが今まで行った国の中で一番湿気すごいのミャンマーなんですね。なのでこの湿気を取る除湿機っていうのがあったらとても便利だなと思ってて、この除湿機って、まあ、しかもこの空気をあの湿気を取るプラス除湿機ってこのタンクがあって水が溜まるじゃないですか。この水っていうのをろ過器でこう戻してあげると飲み水に変わるじゃないですか。なので停電した時とか水が出なくなった時のためにこういった水を確保できるっていうのがあって、除湿機、ろ過器のこの2つっていうのの組み合わせがアレン的にはあとてもいいのかなと思いました。でもここで問題なのが、日本人、ミャンマーに住む日本人はもちろんあと除湿機とかあればいいと思うんですが、ミャンマー人はなかなか高くて届かないと思うんですね。なのでこういった、まあ、機械じゃなくてもすごくミャンマー人のローカルプライスで手が届くぐらいの商品開発だったりとか、でこういった、まあ、ろ過器がなかったとしても除湿機みたいな、役割を果たす何かを商品開発できたら、それはすごくいいのかなと思いました。本当に洗濯物も雨降ってても外に置かないと乾かないぐらい、室内で絶対に乾かないんですよ。雨季の時期は経験したことがあるので分かるんですが、どんなに雨が降ってても外に置かないと乾かないっていうぐらい、ヤンゴン、まあ、ミャンマーのあの雨季の時期の湿気っていうのってもすごいので、こういったところでなんか、まあ、日本人だったら、まあ、日本の家庭に除湿機とか加湿器あって、まあ、部屋の中をちょっと最近乾燥してるから加湿器であの湿気取り入れて、まあ、喉にちょっとあの気をつけるとか、まあ、クーラーかけてちょっと除湿するとかいろいろあると思うんですが、ミャンマーでこういったのが難しいので、そういったのが、まあ、ミャンマーでもできるようになるようにはどうしたらいいのかっていうビジネスプランがあればでもいいのかなと思いました。本当に生活してる中でなんか、あ、これはないと困るなっていうのものからあったらいいなっていう、すごい幅広いところまであるんですが、こうやってミャンマーで生活してる中でこういった、まあ、アレンだけじゃなくていろんな人もあの頭にあって思い浮かぶと思うんですね。なので今回、まあ、アレンは別に形にはしてませんが、こういった、まあ、ざっくりとしたビジネスプラン、こういったのを思いつきました、こういったのあればいいと思いましたっていうのをお話ししてみました。でこれから動画でももちろん、あれは一応大学で経営学部なので、まあ、どういったふうにあの社会問題をどういったふうなビジネスで解決できるのかとか、まあ、利己的利他的とかありますが、まあ、いろんなビジネスの形の中で今まではミャンマー人にとってどういったあのプラスなこといい影響をもたらせられるか、もしくはミャンマーに来て日本人に対して例えばミャンマーに来ている若い起業家さんの食不足とかそういった問題があれば、彼らにどういったいい栄養をあ の食事を届けられるか、デリバリーサービスを届けられますが、そういったいろんなことを考えながらアレンも生活してますので、これからもし何か思いついたりとか、あ、これはなければいけないな、これはあったらいいなっていうすごい幅広い中で、もちろんあのビジネス思いついたら皆さんに紹介していきたいなと思います。これからもこの動画でビジネスだけじゃなくてコロナウイルスのことだったりとか、アレンがミャンマーに残ったからこそお伝えできる情報もどんどんあのお伝えしていきたいなと思いますので、これからもご視聴よろしくお願いします。で今回この動画で失礼します。たった。